はい、いらっしゃいませ、こんばんは、大型犬でございます。ファークライ5続きだね。で、獣医さんを助けるんだっけ。あ、金庫だ失礼します。刑務所のクーガーズの奴ら、お前をベタ褒めしてたの。イエイ、なんかいろいろもらった。あ、ベストももらった。これは嬉しいね。さあ、獣医さんってここ会えて嬉しいよ。うん、祝福のことは知ってるか。聞いたことあります。ちょっと待って、獣医さんを助けるはどれだいね。人助けから始めたい。トレイシー・アール・ホワイト・ホース・バージン・ミンクラー、トレイシーかな、ひょっとして。トレイシーどっち、上かな。上にいるね。ちょっとお外出てみようか。刑務所だ。ここでこもって戦ってんだね。祝福に近づくのはできるだけ避けた方がいいわよ。はい、どこかな。外どうやって出てんだこれ。危ない、危ない、危ない、危ない。何これ罠だねこれ。お外はどうやって出てんだ。こっちかな。あ、ヘリの音が聞こえてきた。あれ、ここさっきいた場所じゃん。こっから出んのか。よいしょ。あっちにいるね。ちょっと行ってみようか。あれ、ここか。吸ったらいいじゃないか奥様ね。ドラブマン、ドラブマン夫人、元夫人。うん、はい、気の強いお姉ちゃん。あ、さっきはごめん、いい態度じゃなかった。なんだ、どうした。みんなも言うと思うけど、私は人一倍仕事をこなしてる。ほう、でもそれ以外はちょっと。すげえ T シャツ着てるな。とにかくやり直せようこそ。ハックトゥーワールドってこと。うん、そうじゃないとやってられないしね。あんたが R の言う通りだといいけど、うん、私たちはエデンズゲートを倒す方法を探してる。うん、まずはフェイスからだと思うよ。あ、マジで。まあ本当の名前じゃないけど、丘の上にある巨大な像を見た。見た見た。まあ見落とすわけないか。うん、後悔するよ。どうしたの。何何何何。ねえ新入り、一仕事しない。うん、どうしたの。丘の上にある巨大な像を見たはい、どうしたんだろうね今。見落とすわけないか。うん、あれは信ずるべきジョセフシード、ファーザーの像。フェイスはあの目覚まりな像を立てさせて、巡礼の旅とかいうやつの目的地にして。ほう、倒せってこと。像までトボトボやってくるやつらを見た。マジでやばい。あの像を破壊しよう。オーケー。やつらにファーザーは神じゃないってことを教えてやらない。いいよ。あいつはただの人間だって。いい考えだと思わない。乗った。あれにクソどでかい風穴を開けてやるんだ言葉遣いの良し悪しは別にしてね。その刑務所は10年近く閉鎖されてる。囚人たちはよそへ移送されたわ。さあ、でじゃあファーザーの塔に向かおうか。あそこだね、 1.5 キロ。どうせならここにね、奥様ヘリがいるので、僕もヘリで行きたいな。ここはヘリポートは あるこっちの方だね。あの辺か。どうやって降りんのこれ。こっちかな。ジェスおいで、ヘリで出かけよう。これ降りて平気かな。よいしょ。うん、ちょっと痛かった。ジェスおいで。あ、そっから降りるのか。賢いね君。あ、上手行こう行こう。ヘリポートはここだね。んでだ、僕が持ってる赤いヘリ、これです。さあ、ヘリ2台で行こう。ジェス乗って、乗って行くよ。乗った。さて行くか。オッケー。保安官、祝福の輸送部隊を叩いてくれてありがとう。フェイスの手下はトラックと船であれをホープカウンティ中に運んでるんだ。他にも見つけたら破壊してくれると助かる。わかった。極論なんだよなこのゲーム。言ってくることがすごい極論なんだよなね、まあひとまず戦う準備をしておいて。 OK。 あ、右下にトラックいるね。あれをいっぱい壊せってこと。まあまあ、まずは像を破壊しようね。あれか、
ミサイルで壊れるといいんだけどね。あっちのクソ野郎どもが見える？奥様ついてきてるかな？ついてきてるかな？さて、この像を壊すのかい？敵はいるのかな？お、いつの間にか民間人を救出している破壊する、OK、理解した。あ、民間人殺しちゃった、ごめんなさい。入る？入れって？あ、敵いっぱいいんのか。どれが敵か分かんないね。民間人殺すなって言われたから、まあヘリの強さを思い知らせてやろうか。あとどこだ敵は。でもなんかこれは正義の戦いではないような気がするけどね。なんかただただ殺戮をしているような、なんとも言えない気持ちになりますね。あと4人か3人ぐらい。あとどこだい。こっちの方に反応があるな。どこだ。あ、ここにいた。悪魔によろしく伝えてちょうだい。あとはどこにいる。もうこっちだ。どこにいる。もう、あ、いたいた、食らってる食らってる。ちょっと待って、どこだい。敵の姿が見えません。もう降りたがいいかな。ようやく敵が来たわね。あ、いた。お、お姉さんもやってくれてる。オッケー、ナイス。あとはあっちか。あと2人。あ、なんか無限に出てきてない？そんなことない？どっか着陸できる場所ないから、もう着陸しちゃいたいな。入るって出てるもんね。ここ着陸できる？よし、ここに着陸してもう行っちゃおう。ジェス行くよ。入る。入った。はい。いててて。近いな。え、大丈夫？ジェス？あ、大丈夫。おいで。上に登るはしご、これか。よいしょ。このミュージックの気持ち悪さは一体何なんだろうね。敵は？あとは？大丈夫？あれ？どこ？上に登るはしごって。敵いたね、今ね。あ、あんな方に。敵は？大丈夫かな？あ、ここか。見つけた見つけた。オッケー。はしご降りてきた。あ、ゆっくりだな。私たちの国を嫌う社会主義者の集まりが見えたわよ。敵はあとどこにいんだろう。どこどこ。これは闇。もう分かんない。え、あ、ヘリか。オッケー、降りてきたかな、はしごは。よしよしよし、行くぞ。よいしょ。これ、塔、像を壊す前にやったが、きっと安全だったよね。多分ね。またヘリが来るみたいだよ。マジで？どこヘリ？どこかな？せっかくだからこのね、グレランで、スコーンとやりたいね。お、ジョセフ？
そうかい？やめて。あ、ヘリ落としてくれた。さすがドラブマン夫人、ありがとう。頼りになるなヘリね、やっぱっていうかね、ヘリがあるんだから、そのこの空域というの、この土地から出てね、援軍を呼びに行くのもあるんじゃないかと思うけど奥様興奮してらっしゃる。よいしょ。わー高いなー、怖いねー。これで上まで来たよ。もう一段上行くの、もうやだよ。こやだなー、行くよ怖い。よし、あ、金庫ちょっと失礼します。みんなが思ってることを私が代弁してあげる。いやー、なんてでっかいあそこなの奥様奥様あれちょっと難ありだねそのなんていうのかな、ゲームとしてはぶっ飛んでて楽しいけど、その YouTube 上に動画として載せるとなるとギリギリちょいすぎぐらいの発言に聞こえるね。それで次はどっから行くの、こっちからで行けんのかな。よいしょ。あとは怖いな、もうすごい怖い。ここから登れと。よいしょ。このなんていうの、平行感覚を奪うような音楽は一体何なんだろうね。よいしょ。あ、なんかこの登り方あれだね、ファークライ4でよく登った塔の感覚に似てるね。でこれどうすんだ。燃やせと。これ燃やす必要あったのかな、消えちゃわないのかな。そしてあれね、 OK、 よし、ひとまず偽りの預言者終了。ジップラインもあるね。あー満タンだったな。何してるの、ファーザーの御言葉よ。あ、すいません、どうなるか分かってるの。すいません、怒られたね。で満タンになったので多分あのお姉ちゃんにまた捕まるんだよねきっとね。うん、ノリのいいお姉ちゃんだね今度戦いに連れて行けるんだったら連れて行ってみようかね。あ、僕のヘリがあそこにある。ルーキー、お前は本当によくやっている。ただフェイスは命令に背かれるのが嫌いでな。武装したパトロールが川を進んでいるらしい。カルトの屈強の戦士も来ているようだ。気を抜くなよ。わかった。霧が立ち込めてきているが、そいつは幻覚を引き起こす。あまり長くすれば連邦保安官の二の舞だぞ。怖いな。まあどうせまた誘拐されるんだよね。ホワイトホースアウト。はいはい、というわけで、捕まる前に一旦区切りをつけましょうか。みんなが思ってることを私が代弁してあげる。さっきも聞いたよ。いやー、なんてでっかいあそこなのあれ、これもう一段上行けんの。もう一段上行けんだね。ちょっと行ってみようよ。よいしょ。なんかあるかもしれない。怖いな。よいしょ、なんかあるかな、それとも何もないかな。あ、何もないね。あ、何もないねわー怖い。はい、じゃあ少し今日短いけどね、次回多分フェイスに捕まるんだよねきっとね。ね、誘拐されがちさんだからねこの人。うん、なので次回、フェイスに捕まらなければピーチズを助けに行こうかね。でその後この人シャーキーね、ノリノリおじさんを助けに行きましょう。はい、それじゃあ今夜もこの辺で、大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。